こんにちは、チャートマスターの根崎ゆきです。1月24日木曜日のロンドンセッションウェブセミナーやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはニュースの確認をしてから、チャートの方を見ていきたいんですけども、こちら今日のニュースとなっています。今日はアメリカのニュースと、まあ南アとか多分関係ないと思うんですけど、皆さん、まあ、結構今日ニュースがありますよね。で、多分上の方にも書いてあると思うんですけども、まあ日銀がなんか言いましたよね、 2% にするってで、結局また円安になるってなる可能性が高いことが皆さんも分かっていたと思うんですけども、まあ、チャートを見て、それもやっていきたいと思いますが、ちょうど今日のお昼ぐらいから、買いのいい場所になっていたと思います。おしめ買いのいい場所になっていたと思います。で、それもこの SNS の、これ SNS なんですけども、こちらの、まあ、毎日更新しているので、売買ポイントにも書きましたし、あとこの PO 本部のウェブセミナー、セッションリーキャップという、まあ、ウェブセミナーの再放送ですね。まあ、こちらでも結構説明していたので、まあ、そちらをご覧いただいたら、今日皆さん、もし、お昼とか、まあ、今日の朝にアップしたんですけど、まあ、それを見たという方は多分トレードして、大きく取れてたんじゃないかなと思います。まあ、大体いつも、どんだけ遅くても、お昼までにはこの再放送、上げています。ちょっと、まだ結構下の方まであるんですけども、今日は1月24日、今日は朝の10時4分にアップしています。で、円絡みの通貨がバウンスポイントに来ています。つまり跳ね返るポイントに来ていますよと。そしてヘッド&ショルダーのパターンが見えてきているので、これが下に抜けてこなくて、まあ、上にブレイクしてきたら買いましょうね。買いを考えていきましょうねということを書いています。こちら毎日アップしてますので、まあ、火曜日から金曜日ですね。火、水、木、金とアップしてますので、まあ、ご覧いただけたらなと思います。それでは早速チャートの方を見ていきたいんですけども、まあ結構どの通貨も動いてるんですよね。まずは、チャートマスターのシステム、もう完全システムのこの TJK、そして鬼ヶ島のサインの確認をまずはしていきたいと思います。まあ、多分3分とか5分で終わるんですけども、まあ、直近の、これポンド円なんですけども、ポンド円の240分。これがデフォルトですね。もともと、このポンド円の240分で、TJK っていうのをやっていました。で、これは直近なんですけども、まあ、赤ダイヤが出て、ちょっと一緒にやってみますと、赤ダイヤが出て、まあ、下がってきて、安値切り上げてきたので、この赤ダイヤの前の高値と、この切り上げていく前の安値をこう結んだところ、まあ、このような、フィグが引けて、ここでエントリーですね。ここでエントリー。で、ストップは786。まあ、これ、3ピップぐらい余裕があったんで、ストップにかかってなかったんですけども、まあ、ちょっとドキドキしましたよね。そして下がってきて、まず270、リミットに、到達しました。なので、ここで半分決済、2分の1決済しまして、まあ、その後は、ここに1っていうのを出してないんですけど、まあ、1ですよね。1まで引っ張っていこうじゃないかというようなトレードです。で、618に到達したので、この786というストップをここに持ってきます。ちょっともう一回やり直します。618に到達したので、ここのストップをここまで、このプラマイゼロのところまで持ってきます。これで負けはなくなりました。で、今度は786に到達したので、ストップを270までやります。あ、ちょっと待ってください。僕飛ばしてしまいました。すいません。もう一回やります。270に到達したので、この786を、プラマイゼロにするんですね。
で、今度618に到達したから、この0のストップを今度はここまで、270まで下げます。で、786まで到達したので、今度は618にストップを下げます。で、結果618のストップにかかって、まず一つ目のトレードがこれだけの利益、二つ目のトレードが今度はこれだけの利益となって終わりましたというようなトレードでした。まあ、プラスで終わったので、まあ、よしという感じですけども、まず一つ目のトレードが約30ピップ、二つ目のトレードが約80ピップ、二つ合わせて110ピップほど取れてたトレードとなりました。このシステムのことを TJK、この開発者が笹田隆という、まあ、通称笹っちという副社長なんですけど、チャートマスターの。彼が作ったので、隆、で、ジャック、ナイフという TJK、隆ジャックナイフというシステムです。でも、これ240分ですので、まあ、比較的誰でも、どなた様でもトレードできるように、まあ、時間に余裕がない方でもトレードできるように、そしてトレードで痛い目に遭った方がすんなり入っていけるようなシステム、完全にルールを決めて、ポジションサイジングも 5% 以内でやってくださいねというような、決まり事を入れてもうシステムとして、トレードしましょうねというトレード方法です。で、現在なんですけども緑ダイヤが出ています。で、安値はここで、この、陰線赤いキャンドルが確定したら、ここでフィブが引けます。このようなフィブ。ここに38250、618が出てきて、786。で、これが下がってきて、ここの高値を抜けた瞬間にエントリーです。なので、このフィブが引ける、つまりこの陰線が確定した状態になったら、このフィブを引いて、もうエントリーオーダーを入れておいてください。ここを超えてきたら、買いだよと。というのがポンド円の TJK でした。そしてもう一つ、ユーロカナダ、こちらですね。ユーロカナダを僕はやっています。で、ササッチの場合はユーロポンドとポンド円なんですけども、僕はポンド円とユーロカナダを担当しています。で、ユーロカナダなんですけども、まあ、トレードなかったんですよね、全然。なぜならこの赤、緑、赤っていう風に、まあ、交互に出ていて、それと同時に大事なのがこの黒いキャンドルっていうのが3本続いているので、もうこれはもうレンジと見て、まあ、確かにそうですよね。この間の、まあ、ボックスって呼ばれる、この間を行ったり来たり、上に行ったら下に行き、下に行ったら上に行き、下に行き、上に行き。こういう状態なので、トレードするのをやめておきましょうと。まあ、ブレイクしてきましたけども、次のサインを待ちましょうねという感じですね。なので、次は緑ダイヤの後なので赤ダイヤが出て、赤ダイヤを待って、こう下がってきて、で、緑キャンドル、陽線が確定して、初めてフィブが引けて、ここを安値をブレイクしてきたらエントリーという感じになりますね。これが TJK です。で、これ、5年で3倍とか、通貨によっては5年で5倍とか、まあ、こちらはホームページか SNS で載ってますので、詳しいのは見てほしいんですけども、詳しくは見てほしいんですけども、まあ、非常に簡単で誰でもできるチャートマスターおすすめ、おすすめの資格が3つあるんですけども、その中の1つですね。続いて、鬼ヶ島というトレードを見ていきたいと思います。鬼ヶ島トレードはこの CHF6、ドルフランの6エースというチャートを使います。で、この左上を大きくして、60分にして、まあ、ちょっと、キャンドルちっちゃいので拡大して。で、これもすごく簡単なルールで、まずボリンジャーバンドというこれを見ます。これに突き抜けていて、突き抜けたらまあ行き過ぎだよってことですよね。行き過ぎだよ。で、次にこの T3 という水色の線を見ます。これトレンドですよね。この下にあれば売り出し。この上にあれば買い。で、さらにこの矢印っていうのが出てますので、もう一回やると、ボリンジャーバンド突き抜けて、T3 の下でキャンドルが確定したので、赤矢印で売り。なので、ここから売りですね。ここから売りで、ストップはここ。で、同じだけリミット取ろうよっていうことで、まあこれ、勝っていたトレードですね。これいつでしたっけ？おととい出たトレードで、まあ、無事、勝ちで終わったという感じでした。
で、このトレードの必ず 2% から 5% のポジションサイジングでやってくださいという決まり事があります。つまり100万円持ってて、もし損切りにあったとしても、どんだけ大きくても5万円以内に収まるようにしようねと。で、どんだけ大きくても5万円、5% っていうことでやって、これも5年なんですけども、もうすぐ6年ぐらい経つと思うんですが、5年で 5%、マックス 5% でやったら25倍になりました。25倍。消しちゃいましたけども、まあなので、これも、これはちなみにドルフランの単一通貨、ドルフランだけでやってて、しかも60分チャートだけでやってます。まあ、もちろん他の、時間足とか他の通貨でも、全然このルールは適用すると思うんですけども、一番やっぱり、こう実際にやってて、成績も良くて調子がいいのがこのドルフラン60分だよという感じでした。なのでこれでやっています。で、特に初心者の方にお勧めしています。で、3%、2% で、2% でやってても7倍。3%、あ、違うな、3% でやってても7倍。4% でやってて15倍になっているので、まあ皆さんのその、最終的にはどれぐらいのポジションサイジングにしようかな。ロスカット最大何パーセントにしようかなっていうのは、ご自身で、皆さんご自身で、判断していただけたら、その、損切りにあって、例えば100万でやってて、一発のトレード。一回のトレードで5万円っていうのはきついなと、大きいなと思ったら本当 1% とか 2% でもいいので、とにかくやり続けることが大事だと思いますので、まあ、少なくても半年は、やってみて、欲しいと思います。で、最初お勧めしているのが3ヶ月はデモトレード。で、実際にリアルマネーでやるときは、そんな 1%、2%、3% とか言ってないで、まずは最小ロットから15回やってみてください。で、そこで何勝何敗かな。っていうのを見てもらって、やってもらうのがいいかなと思います。そんな感じでしょうか。さあ、それでは、じゃあテクニカル分析をしていきたいんですけども、ここまで何かありますでしょうか。最近はこっちのスプリードの方でも、チャットができるようになっていたのですが、なくなっちゃってるな。まあ、何かご質問ありましたら、こちらの、チャットマスターウェブセミナーチャットの方にコメントいただければお答えいたしますので、よろしくお願いします。それでは、じゃあチャートの方、テクニカル分析の方していきたいと思います。で、最近僕のチャートがすごく重いね、とか言ってて、なかなかウェブセミナーやりながらちょっと厳しいねとか言ってたんですけども、こんなチャートを作りました。まあ、作りましたと言っても、もう一回ちょっと画面切り替えますが、このワイルドカードというタブですね。ここに10分のが9つ、まあ、メジャー通貨、メジャー通貨と呼ばれる9つの通貨が入っているのですけども、まあ、今からやるその HSI プラス1010というトレードはこの10分足で、このワイルドカードを使ってやります。で、ワイルドカードっていうのは何かって言ったら、この10分を使って MA の外で矢印でトレードしようよ。10分を使って MA、太い MA の上か下で矢印の方向にトレードしようよっていうことなんですよね。で、これがどこに入ってるかっていうと、この RF、ユーロ RF とか、ポンド RF、カナダ RF、ドルフラン RF とか、この RF のチャートに入っています。なので、僕たちこれ、10分を使った RF チャートにあるこのワイルドカードを使うので RF10.10 という風に言ってるんですけども、今からやっていくトレードはもう完全にデイトレです。で、この HSI、まあ、このっていうかこのツールがあるんですよね。 HSI っていうツールが、この HSI とこの RF10.10 を使うので HSI プラス RF10.10 というトレードと呼んでいます。まあいろいろ名前がごちゃごちゃして分かりにくいかもしれないんですけども、で、これを一遍に、まあ、9通貨じゃなくてもっと、もう7通貨みたいんですよね、僕は。なので、このメジャーの、ここの9個にプラスして、ドルカナダ、キウイドル、カナダ、キウイドルはこっち入ってるんですけど、まあ、カナダ円とか、ポンドフラン、ユーロポンド、ユーロオージー、ユーロカナダ、あと、まあ、オージー円、
キウイ園ですね。キウイ園を追加したという感じですね。で、HSI プラス点々というチャートに、ワイルドカードのチャートを改造したんですけども、ちょっと今一回消してます。まあ、これでやってしまうと多分、またウェブセミナー中だと、すごく重たくなってしまうので、この9つの通貨をとりあえず表示しています。というわけで、早速この RF 点々プラス HSI、HSI プラス RF 点々のトレードをやっていきたいんですけども、まあ、今日のそのセッションリーキャップ、先ほど少し触れました、まあ、スコット、僕の師匠、先生ですね、メンターのスコットが毎日日本時間の23時から夜中の1時ぐらいまでウェブセミナーをやってるんですけども、まあ、そこで話してた話っていうのを少ししていきたいと思います。で、まあ、彼が言うのはもう完全に円安に行くぞっていう話なんですよね。ここサポートがあるしと。もういつ買ってもいいよねっていうことを言っていました。まあ、それはそのセッションリーキャップの再放送をご覧いただきたいんですけども、その中で面白かったのがこのヘッド&ショルダーっていうパターンですよね。これヘッド&ショルダーだぞみんなみたいなことを言ってたんですよね。なのでじゃあこのネックラインと呼ばれるこのラインをブレイクしていったらみんな買いなよって言ってたんですよね。買いですよと。ああ、なるほど。まさにその通りだなと思っていました。で、今日昼見ていたんですけども、そこにこの点々、HSI と点々を組み合わせて、まずこの HSI っていうのを下から引いてみます。買いの方に点、HSI を引くと。で、この HSI っていうのも PA、僕らチャートマスターと PA の本部と、僕らしか世界中で使っていないこの幻のツールと呼んでもいいような、そんなツールです。で、これはもう上とか下、もうとにかく反転したなと思ったところから引きましょう。例えばこう上がってきて下がってきたぞと思ったらもうこっから引いちゃうんですよね。ここ。ここから引いてしまう。で、それでこの、それでこの S の1止まってるな、S の2も止まってるな、S の3止まってるな、S の4も止まってるな、S5、っていう風にこう止まるわけですよね。で、もう一つ見てもらいたいのが、この S の2、ここまではトレードしないんですけども、ここを抜けてきたら、この次までトレードしようよ、とりあえずってことなんですよね。この間約50ピップとか60ピップあります。まあ、1日のトレードとしては、まあいいんじゃないかな、という感じなんですけども、ちょっと重たくなってきましたね。じゃあ今の現状を見てみましょうっていうことなんですけども、まあ、今日昼にやってたトレードですよね。今日ずっとまた見てたんですけども、まずじゃあこれ下から、まあ、こうずっと下がってきて、まあもう結果見えちゃってますけども、まず R1 で止まったぞと。で、じゃあこの R2 を超えてきたぞと。超えてきたぞと。で、このブレイクですよね。これがブレイクした。R の2をつまりブレイクしたぞと。で、今度はフックですよね。戻し。ブレイク、フックしたら今度は5なんですよね。よく、そのスコットが言ってるのが、ブレイク、フック&ゴーですね。ブレイク、フック&ゴー。もう一回やると、ブレイクしました。フック、戻しがあります。まあ、フックってこの鍵のフックみたいな。で、5、跳ね返りました。そしたらエントリーしましょうねっていうことなんですよね。なぜなら、このプロトレーダーっていうのは、やっぱり、その、こういう高値では買わないわけですよね。少しでも安いところでプロトレーダーは買う。で、じゃあ、これなんでここまで下がるのかって言ったら、まあ、フィブがあるんですよね。フィブ、フィボナッチ。今回の場合は382がリスペクトされた、使われたと。で、白丸。白丸っていうのはこれ、24個の指標が入ってて、まあ、つまり銀行員がお金入れてきたよってことなんですよね。で、跳ね返りのサイン。で、僕らはこの HSI プラス点々。この、システムとしまして、この高値、ブレイクして、フックして、このフックする前の高値ですね。ここを超えてきたら R3 まで買おうよっていうことなんですよね。なので、これを見てみると、と、まあ、これをブレイクして、ま
ちょっと見にくいので一回消しますと、まあ、エントリーここからですね。エントリーここ。で、ストップここ。で、リミットここ。まあ、ストップにかからず、リミットまで到達していると。で、R の3に当たったので、また戻ってきて、R の2まで来たと。これもまたフィブですよね。こことここのフィブを結んだら、ここに382とか50があるわけですよね。いう感じです。で、今度 R3 をここでブレイクしてきましたよと。完全に、これはもうブレイクじゃないですよね。これテストですから、このヒゲなんていうのはテストで、ちゃんと抜けてきて、フックしてきたので、この高値抜けてきて、また上がった。で、フィブまで戻して、さらにこの R4 まで向かっていったというようなトレードですね。今日は完璧なトレードが皆さんできたのではないでしょうか。特にそのセッションリーキャップ、スコットのビデオを見たという方は、このヘッド&ショルダーで、このネックライン、つまり、まあ、ネックラインと呼ばれますよね。まあ、普通この高値とか言われるんですけども、僕らはこのトレンドラインで判断します。なのでこのトレンドライン、ちょっとちゃんとトレンドラインを引くと、まあ、ここ肩の部分の高値ですよね。で、もう一個の肩の部分の高値っていうところを結んで、で、もう一回10分、今これ60分見てるんですけども、もう一回10分でそのタイミングを測るわけですよね。で、僕たちはその前にここでさっき言ったようにエントリーしますよね。HSI プラス RF1010 っていうシステムでここからエントリーしていた。で、一つ決済。で、もう一つそのスコットの方では、ここをブレイクしてきて、フックしてきたから、この高値超えてったら買おうよっていう話ですよね。っていう話ですよね。ストップに対してリミットはここ。完璧なトレードができたのではないでしょうか。まあ、スコットこれミス、絶対に見逃したくないですよねっていうことを言ってましたよね。トレードはポンド円でした。こうやって僕がやってるのを見てるとすごく簡単だなって思うと思うんですけども、さあじゃあいざ自分でやろうと思うと多分難しいと思うんですよね。こういう、まあ流れとしてはこの60分、そしてまあ240分っていうのを見て、その壁をまず見つけて、で10分でタイミングを測ってっていう流れなんですけども、まあじゃあどうやって壁を見つけていいのかとかあると思うんですよね。なのでまずはその、まあ白船とか黒船とか、次また2月3月にもう一つまた新しい教科書出しますけど、まあ、多分1万円ぐらいなんですけども、まあ、そういうところですごくこうやって壁の見つけ方っていうのは、書いてるんですよね。でも、そういうの難しいっていう方は、まあ、すごく簡単に書いてるんですけども、とにかく、この反転した場所っていうところから、この HSI っていう引く練習を、HSI っていう線を引く練習をしてください。で、大事なのが、こう使われてるかどうか。S1 使われてるな。S2 使われてるな。じゃあ S にブレイクしてきたぞ。じゃあこの安値抜けてきたら、ここを取ろうよと。で、これまた、また戻ってきた。ブレイクして、次の HSI ブレイクして、フックしてきた。じゃあここをブレイクしてきたら、安値割ってきたら次まで売ろうよ。完全にここでブレイクしてきた。フックした。割ってきたらまた売ろうよっていう。まずこれだけの練習をしてみてください。簡単ですよね。例えば今の状態だったらもう今ここで反転してるって思うわけですよね。なのでここからとりあえず引いてみる。で、重要なのが2、5ですね。2と5。2を超えてきたら3まで。もう3超えてきて5までとりあえず行きたいなという考え方で OK です。もう一回言うと2が大事。で、その次は5。5っていうところでまあ、反転する可能性が高いわけですよね。2っていうところで反転する可能性が高いんですよね。だから2を割ってきたら次まで行くし、行く可能性が高いし、5を割ってきたら次は7っていうところがあるんですけども、まあ、そこまで行く可能性が高いよと。今ここで完璧に5をブレイクしましたから、で、またフックありましたよね。この5をまた抜けてきたら、ここから次6まで売りたいなと。まあでもどう考えたって円安ですよね。そのファンダメンタルとか見ても。もう完全にまあ僕は、あ、これポンド円ですけど、ドル円まで95円とか100円まで行くんじゃないかって僕は思ってるんですけども、アベパワーで。まあ円安ですよね。
とはいえ、やっぱり僕たちテクニカルターゲットトレーダーとしては、この、まあ、テクニカル分析をしながら、その相場の声に耳を傾けながら、トレードしていかなくちゃいけないと思います。まあ、こういうのがやっぱ難しいと思うんですよね、最初のうちは。僕もスコットのチャート最初見てて全然わかんなかったですし、どうやって線引いていいかわかんなかったですし、なので、その、やっぱりセッションリーキャップとか、そのスコットの動画を毎日上げてますので、それを見ながら、真似しながら、線とか引いて、で、だいたいスコットが次のターゲット143円だよとか言ってくれるんですよね。なので、じゃあここをめがけて、で、その前に例えばスコットが、そこに行く前に142円にまで来て、跳ね返ったら買おうねとか、そういう具体的な指示をしてくれてますので、それをまず見ながら、慣れていくのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、こういうのだってフィブで止まるわけですよね。ちょっと見にくいかもしれないんですけども。今気になっただけなんですが、なんでこれ上がってきて、フックして、ここで綺麗に止まったのかな ?50% があるからですよね。で、ここで替えのサインが出て、ブレイクして、まあ、初心者の方はこのブレイクしたらっていうのが一番簡単ですよね。この M っていう形、相場にこの M、M の形を見つけるとすごくやりやすいです。これがつまりダウ理論ですよね。一つ目、二つ目、三つ目。この二つ目を超えたところが四番目になって、つまり、このようなアップトレンドになるからですよね。この M っていうのを、例えばこういうのとか、こういうのを探していくと、そのトレンドがわかりやすいです。ダウントレンドの場合は逆 N。で、僕らがやってることは、まずこの壁を見つけて、サポートレジスタンスですよね。つまり、まあ、フィブだろうが、HSI だろうが、サポレジ引こうが、何でもサポートレジスタンス、つまり壁なんですよね。壁を見つけて、で、ターゲットにもなりますよね、壁。まあ、壁を見つけて、あとはトレンドの方、方向を、見つけるわけですよね。今、この壁に当たったよ。じゃあ、どうしたら次の上のターゲットなのかな?どうしたら下のターゲットなのかな?それがこのトレンドが上になったら上のターゲットに行きますし、もしこれが逆にこのようになっていったら、今度は下のターゲットまで行く。ただそれだけなんですよね。まあ、これをやっていけば、まあ簡単だよっていう感じなんですけども。で、その中でもやっぱり一番簡単なのが、まあ、TJK 鬼ヶ島っていうのがもう本当簡単なんですよね。あんなのルールさえ覚えてしまえば誰だってできますし、まあ、中学3年生がやってました。まあ、彼はもうテクニカル分析とかしてますけども、中学3年生でもできたことですから、まあ、中3って言ったらもう全然大人だと思うんですけども、やっぱ、まあ、中3でもできるわけですよ。っていうのが TJK 鬼ヶ島で、それと同時にもう一個簡単なのがやっぱりこの HSI を引いたトレード。これがやっぱり一番簡単じゃないかなと思います。で、もう一回何度も繰り返しますけども、R の2を超えてきた高値。これで N ですよね。フックして、ブレイクしてきたら次ここまで。っていうトレードですよね。これを最終的に10分でエントリーしていく。という感じです。もうちょっと他の通貨ペア見てみましょう。ちょっと重いですね。あと何や、何かやったんですかね。ドルフランだったかな。結構どの通貨もこのトレードが、あ、ユーロ円。まあ、ユーロ円もほとんど同じですよね。まあ、これ引いてあると思うんですけども、まずこのチャートをぜひ皆さん見てみてください。ちょっとずれてるけど。これ見てもらうとわかる通り、まず R の2を超えてますよね、ここで。で、水色の線引いてます。じゃあ水色の線割ってきたら、ちょっとずれてしまいましたが、水色の線を割ってきたら、ここまで取ろうよっていうトレードです。で、次じゃあ、R の3を超えてきた、これ抜けてきたら、また今度ここまで行きたいねっていうトレードですね。まあ、この場合、プラマイゼロで決済されてると思いますけども、まあ、そういうようなトレードをしていきたいなと。
この場合は約20ピップ取れてましたという感じです。僕はそのアメリカの CFG コンコールドフォレックスグループというところで2004年、まあおよそ10年前にその為替っていうのを学んできて、そこで教えられたのが、まあその時の先生がスコットだったんですけども、そこで教えられたのが1日に、デーで1日ワンデー25ピップ取りなさいって言われたんですよね。もう25ピップでいいんだぞって、デイトレーダーなら1日25ピップ取りなさいって言われました。普通スキャルトレーダーっていうのが5ピップから8ピップって言われてるんですよね。平均その統計を取ってみると、だいたい多くの人、 7割の人っていうのがこの 5から8ピップでも決済クリックアウトしてしまうって言われていて、まあそれより全然多い25ピップを1日の目標にしなさいって言われていました。でこれを20日間やると500ピップ、1年やると6000ピップっていう計算になります。もちろんそれは上下ももちろんしますけども、でちなみに PA の場合、最近の成績をちょっと申し上げますと、2012年が19000ピップ、19000ですからね、すごいですよね。2011年が12000ピップ。で、2010年、下半期で、まあ、2500ピップだったかな。というような感じです。まあ、ここ3年の成績なんですけども、もうこれホームページにも載せてあります。で、約、2012年は70回負けたって言ってました。70回負けた。で、トレードはだいたい500回か600回ありましたよ、と。500回でしたかね。そうしたら月に40回トレードしてるわけですよね。月に40回パーマンス。で、2011年負けが40回ありましたよ。で、これも500回ぐらいトレードしましたよ。っていうような感じでした。で、平均ストップが35ピップから40ピップ。という感じでした。まあ、これだけ見るとどんだけ PA トレーダーたち稼いでんだ、 PA を使ったトレーダーはどんだけ稼いでるんだっていうことなんですけどもまあそういうことですよね。僕はその教えてもらったスコット、2004年とか5年当時に20万を1億にして、でその1億円持ってる、1億円作った人がもらえる指輪みたいなのが学校で配られて、それを自慢げに見せられたのを覚えています。なので今は多分5億10億とか余裕であると思うんですけど、またなんとか2013年には日本に呼んでスコットにセミナーしてもらおうと思ってますので、まあその時にその指輪を持ってきてもらおうと思います。そう、なので何が言いたいかというと、まあ1日25ピップを目標に、特にデイトレーダーの方は、でまあ20ピップ取れてて、ポンデンでも約20ピップ30ピップは取れていたので、まあ50ピップ取れてるわけですよね、1日で。そうしたらもうこれ2日分ですよ。これを20日間やったら1000ピップですよと。で、これを1年間やったら12000ピップですよと。まあそんな夢じゃないですよね、全然。で、このトレードは約勝率が8割。まあどんだけ少なくても7割あります。なので、10回やって3回負けるとしても30ピップの、ロスだから、30ピップで、20回やって、何回負けるんですか、6回負けるのか。6回、180ピップ。なので、まあ約、まあ800ピップは月に取れるぞと。まあ話半分でも400ピップ取れるぞと。で、これ1年やったら1万ピップ届くか5000ピップぐらいになるか、それぐらいの感じです。で、5000ピップって結構大きくて、まあ1年で計算してるんですけども、5000ピップって結構大きいんですよね。例えば100万持ってて、100万、ちょっとすごくこのペンが書きづらいんですけど、まあ、100万持ってて、まあ、3% でやったとしましょう。少なくて 3%。で、30ピップストップなので、まあ、3万円ですよね。で、30ピップ平均、30ピップのストップなので、まあ、10万通貨いけるわけですよね。1ピップ1000円動いて、1ピップ1000円で30ピップで3万ですよね。ってことは、1ピップ1000円で5000ピップですから、1個、2個、3個。
ョンチョンで500万ですからね。100万が500万になるわけですよ。ってことは600万になるわけですよね。6倍ですよね、1年で。デイトレをうまくやっていけば。まあ、この PA トレード、僕ら PA のトレードなんで PA トレードって言ってるんですけども、まあ、PA 使ってトレードしてればうまくいけば6倍っていう話も全然夢じゃないんですよね。で、僕の、僕の知ってる人で一番 PA チャート使って増やした人は5億まで増やしてます。日本人です。33とか4のお兄ちゃんですね。あとは、まあ、毎月、10% とか増やしてる人もたくさんいますし、まあ、SNS に毎月アップしてくれてる方もいらっしゃいますし、あと、ま、専業になったっていう方もいらっしゃいますし、結構、まあ、話半分でも600万の話半分でも300、まあ、3倍ですよね。で、3年で100万貯めたっていう話もこの前聞いたんですけども、まあ、普通に仕事して、まあ、それを1年で仕事しないで300万とかもいけるわけですよね。まあ、ちょっとすごく喋ってしまいましたけども、まあ、それには一つ目、リスクコントロール。まあ、これが皆さんの羅針盤になります。これこの前教科書で僕すっごく書きました。とってもたくさん書きました。で、二つ目がテクニカルとターゲットです。テクプラスターゲット。テクニカルプラスターゲット。この二つさえあればもう絶対にトレードでうまくいくと思います。で、まあどっちかっていうと、まずはこのリスクコントロールをしましょうと。多分これを聞いてくださっている皆さんも、まあ飛んだことなんて絶対あると思うんですよね。僕も300万とか全然飛ばしてますし、もう絶対あると思うんですよね。そんな話。で、じゃあなんでかって言ったら、その、海に向かって、羅針盤なしで、そのレーダーなしで行ったからですよっていう話なんですよね。それがこのリスクコントロールで。で、じゃあその、魚群探知機っていうのがこのテクニカル分析とターゲットですよね。テクニカル分析と、まあ、PA チャートとか。で、じゃあ海に出て、その後大量を目指そうよっていうことで、このテクニカル分析を使いますよ、というふうに考えてもらえたらいいかなと思います。でもリスクコントロールはもう痛い目に遭ってもらうか、もしくはその教科書読んでもう完全にインプットしてもらうしかないと思います。で、じゃあターゲットトレーディングはどうすればいいのか、テクニカル分析どうすればいいのかっていうのは、こうやって、やっぱり毎日僕たちのそのトレードっていうのを見てもらって、真似してもらうのが一番だと思います。まあそうやって僕もこの10年やってきました。もうずーっとスコットにメールとかして、まあ、ちなみに僕、80万ぐらい最初払ったんですよね。全部合わせると100万ぐらいです。アメリカ行って、何やかんやして、100万ぐらい使って、まあ、全然良かったですよね。100万じゃ、どんだけお釣りが来るんだっていうぐらい、お金儲けさせてもらいましたけど、良かったですよね、僕としては。で、その時何してたかっていうと、もうほんとスコットの言うことをずっと聞いて、まあ、勉強嫌いな、学校の勉強とかとても嫌いなんですけど、もう楽しくてっていうか、まあすごく勉強してました。でもずっとスコットの真似をしてましたね。で、これはユーロ円で、今日スコットがやってたヘッド&ショルダー。まあ円絡みがほとんど、ヘッド&ショルダーですよねと。で、ネックラインを割ってきたら買いましょうねと。で、PA っていうのはこうやってトレンドブレイクしてくると矢印が出ます。まあトレンド判断してくれてるんですよね、コンピューターが。なので今60分だったんですけど、10分で見て、ネックライン割ってきたから、もうここで、その前に言ってますよね。銀行に金入れてきてるぞと。で、トレンドも出てきてるぞ。買いだ買いだって言ってるわけですよね。なのでブレイクして上がった。で、フックしてきて、ここでもうちょっと待ってくれてるわけですよね。みんな、入んないの買いと。で、じゃあ入ればいい。買い増しすればいい。で、今度またここでできて、みんな入んないの買いと。入りゃいいですよね。っていうようなトレード。テスト。質問など大丈夫でしょうかね。結構ブワーって喋ってますけど。大丈夫そうでしょうか。ま、今何かサインが出てないかなっていうふうに見ていきたいんですけども、ま、ポンドドルも結構、下がりましたよね。で、これ今60分。ポンドドルの60分からこの線引いてみて。
で、S の 1A 使われてるな。S の2止まったぞ。これ完全使われてるわと。じゃあこれをブレイクしてきて、フックしてきて、この安値割ってきたら買い、売りたいなと。まあでもこの S さんまでスペースがなかったので売れなかったわけなんですけども、今度ここブレイクしてきて、3を割ってきて、まあ、フックして、S の4まで行って、同じく、こう、で、こうで、っていうのがこれずっとただ繰り返されているだけですよね。で、S の5って何でしたっけっていうと、2つ目のターニングポイントですよね。S の2と S の5。なので、ここがきついサポート、ハードサポートとなり、今はこうなってますけども、まあ、こうなって、こうなって、ここ割ってきたらまた売りですよね。でももしかしたらこのままもう S5 まで来たし上がるかもしれない。じゃあどうするのっていうことで僕たちは下から今度は HSI を引くわけですよね。R の1に使われてるぞと。R の2もリスペクトされたぞと。で、下がってきたぞと。で、これ今度抜けてきて、戻してきて、こいつを割ってきたら、また買いですよね、ここまで。ちょうど重なってますよね、S4。R2 が、R3 が。と、まあ、これだけのことを繰り返しているだけですよね。この HSI プラス点々に限っては、とても簡単だと思います。で、ちょっと言い忘れてたんですけども、重要なのがこのトレン、MA ですね、MA。これと、あと緑。売りだったらば、この下で、MA の下になくちゃいけませんし、買いだったら逆にこの上で買っていかなくちゃいけません。ちょっと後ろ振り返ってみますと、S の2。これ下がってますけども、MA の下ですよね。MA の下で S の2から S の3まで来たと。この MA の下と。下ですよね。で、これも MA の下。これも MA の下。これも MA の下。下ですね。こことここですよね。この MA の下。なので、まあ、これだけ注意してもらえれば、もう全然トレードしていいと思います。あと何をやりましょうか。あと、OG とか見てみましょうか。まず拡大して、まあ、60分ぐらいで見るのがこの HSI っていうのは引きやすいんですけども、まずこれ上に上がってきたのが反転したぞと。いうところから HSI を引いて、ここで割ってきた。これを割ってきたら S の3まで行きたい。まだ継続中ですよね。まあこれを割ってきたら売りで考えたいなと思います。もうすぐですよね。あと20ピップとかそれぐらいですよね。それぐらいでこれ割ってきたら売っていきたいなと。で、あとは10分の MA を見て、まあ、MA の下でもありますよね。ここに赤い MA と緑の MA があって、まあ、この下で順調に推移して、これブレイクしてきたら、約30ピップ取れますよね。30ピップのトレードができると。こんな感じではないでしょうか。OG ドル。
なので、ちょっと OG ドルはアラームをセットしておきたいんですけども、この線の上で右クリック。セットアラートトゥーライン。トレードアラートっていうのがスコットから来ますよね。で、アラートっていうのはその、目覚ましみたいな意味です。で、notify and play sound。つまり、OG ドル 1.0485 より下に来たら、音を鳴らしてくれよと。で、OK。という感じです。じゃあ、どういうふうに見てみましょうか。また60分にして、でまず売りの方から。ちょうどこれも同じくですよね。S のに割ってきたのがここですか。なので、このサポート今強いですよね。二度跳ね返されてて。で、今これ、ベアフラッグですよね。これ抜けてきたらもう完全に売りですよ、ここまで。ドルフランぜひ注目してみてください。ドルフラン。もう一個、いろんな仕掛けが、PA チャートとか、その、チャートマスターにはあるんですけど、今度はまた PA のこれは本部で、この HSI と点々というのは日本で、僕たちチャートマスターで考えた、その、まあ、システムっちゃシステムなんですけども、PA 本部が売ってるシステムで TRB っていうのがありましたよね。TRB。で、トレーディングレンジブレイクアウトっていうんですけども、つまりトレーディングレンジ。このレンジを抜けてきたら、売ろうぜっていうサインですね。っていうシステムです。まあ、詳しくは、僕の SNS の日記に載ってるので、まあ、探してもらいたいんですけども。もしくはメールもらえれば全然送りますが。なので、これ皆さん考えてもらいたいんですけども、どうしたら売りでしょうかということなんですよね。S のにも割ってきたし、フックもしたし、じゃどうしたら売りなのっていうことですよね。正解は、この安値を割ってきたら売りましょうねっていうことですね。約30ピップ。これも取れます。これも逆の N になりますよね。ここで逆の N が成立する。トレンドっていうのは N か逆の N。ここで買うか、ここで売るっていうのがセオリーですね。これダウセオリーってやつですけど。まあ世界で一番使われているでしょう。なのでドルフランも僕はこれは売りで今日は今日から、まあ、今日と明日しかないですけども、まあ見ていこうかなと。思います。で、ちょっと一回他のページに行くと、このチャートが保存されるので保存して、結構ありましたね。ポンドル、オージードル、ドル円。ドル円ありましたっけ？ちょっとドル円見てみましょうか。質問は大丈夫でしょうか？ドル円見てみたいと思います。ドル円もこれずっと僕待ってたんですよね。はい。下からこれ10分チャート、ドル円の10分チャートです。でもこうやって見てったらもう完全にこう下がってきてるじゃないですか。で、ちょっと上がってきたなと思ったらもう下から引いちゃいます。HSI を。で、R1 使われてるぞ。で、次じゃあ R2 が使われてて、超えてきたら、トレード待っていこうと。で、ここで超えてきたんですけども、これは超えてきたというのテストですよね。まあ、スコットのウェブセミナー見ている方はわかると思うんですけども、まあ、テストって呼ばれるやつですよね。Not enough buyer って言ってますよね。買いがまだ足りない。で、ちゃんとここでブレイクしてきて、こいつを抜けてきたら買いですよね。買い。なので今買っている状態ですよね。この高値を超えてきたら、もう一回書くと N ですよね。ここを超えてきたから N になったよと。いうわけで、ここから。まあ、ちょっと気になるのがその、
R3 までスペースがあんまりないっていうことなんですけども、まあなので、透明っていうのが良かったですよね。まあちょっと R3 も超えちゃってますし。まあでもやってるとしても、エントリーしてるとしても、プラマイゼロまでストップは下げていますので、まあストップにかかっちゃったのかなっていう感じですね。プラマイゼロで終わっちゃったなっていう感じです。っていうのがドローンでした。で、また同じくこの R3 を越えてきて、フックしてきて、これを抜けてきたら、その、まあ、その時の判断によりますけどね、そのトレンドとか壁とかちゃんと見て、越えてきたら全然、その MA とかも見て、越えてきたら全然エントリーしていいと思います。またこれはスコットのセッションリーキャップとかとも、照らし合わせながらやってもらえたらなと。一番簡単な、その、エントリー方法ですので、エントリー判断ですので、ぜひこれは覚えておいてもらえたらなと思います。で、ちなみにそうだ。この M だけの、これだけですよね。これで売買するっていう、これだけのシステムがあるんですね。で、ストップが直近明日ね。で、トレーディングストップだったかな。まあ、それだけのシステムがあって、これ年間で 5% 増えるシステムですね。まあ、年間で 5% なんですけどね。まあ、アセット向けっていう。まあ、つまりいかにこの M だけ、まあ、M っていうのが大事かっていうことですね。それではじゃあ最後にユーロドル、ユーロドルやっておきましょうか。まあでもこれ完全にもうボックスですよね。完全な。なんですけども、まあ一応見ておかなくちゃいけないですよね。重くなってきましたね、チャートが。チャートが重くなってきた。こうやって見たら、ここがやっぱりそこじゃないですか。ここから引いてみる。R2 を超えてきたところを見る。でも R3 まで届いてないですけど、まあこれ、プラス15ピップとか、そのぐらいにはなってると思います。で、これも R4。抜けてきて、フックして、高値を超えてきたから R の5。でもやっぱこの R の5が抜けられない感じですよね。これを抜けていけない。なので、これが一つのターニングポイントになるかもしれません。なので、まあ、上からも HSI を引きたいなという感じですが、どこから引きましょう。ここですね。S の2を S の2を超えてきた、ここを、超えてきたのがここですね。で、これをブレイクして、フックしたし、ブレイクしたから売りなんですけど、ちょっとスペースが足りなかったと。15ピップとかしかないですかね。これはちょっとさすがにできないなと。いうわけで、まあ、この S の3を次抜けるかどうかですよね。まあちょっとユーロドルはどっちかに抜けるまでっていう感じですよね。上に抜けてきたら、この高値越えで、その次の R の6まで行きたいですし、これ下がってきたら、どこでしたっけ？この S の3か。こうなって、ここ抜けてきたら、次この S の4まで行きたいですよね。まあこれどっちに行くのかなっていう状態です。またこれもスコットのセミナーを見ながら、また明日、また朝にはアップできると思いますので、朝昼までにはアップできますと、できると思いますので、まあ、それを照らし合わせながら、見てもらえたらなと思います。そんな感じでしょうか。もう一回だけ最後に、ちょっとセーブして。
おさらいをしておくと、ドルフランでしたね。ドルフランとオージードル。まあ、この二つで僕はアラートセットして、まあ、上に行くか下に行くかしたら、バイバイしていきたいなと思っています。でしたよね。ドルフランはベアフラッグっていうパターンでしたよね。で、そうそう。短期売買っていうのはもう完全に教科書でも書いたんですけども、パターンの繰り返しなんですよね。なのでこういうパターンを分かっておくと、まあ、せめてこの反転と継続、この二つのパターンだけでいいので、この二つだけ覚えておくと、まあ、すごくトレード、特にデイトレっていうのがやりやすくなると思います。で、これはちなみにコンティニューションパターン、継続の方ですね。ベアフラッグっていうのは今までこう落ちてきたのが旗になって、また同じだけ行くよっていうパターンですね。で、他には、ブルーフラッグとかありますけど、こう、今度はこうですね。こういうパターンとか、いろいろありますよね。まあ、ヘッド&ショーダーもそのパターンの一つですし、覚えておいてもらえたらなと思います。ちょっと最後にポンド円いいですかね。ポンド円が面白そうですよね。今 R4 をずっと超えられなくて、テストしていますね、ここで。こうちゃんと割ってきたら、もうそこで飛び乗るんじゃなくて、一回戻してきて、絶対フィブまで落ちてきますんで、このフィブで買っていきたいですよね。こことここ。もしくはこことここですよね。このフィブっていうところで必ず、まで待って、で、サインが出たら買えばいいですし、で、高値超えてきたら買いませばいいですよね。で、自信ない方はこの高値超えてきてから買えばいいと思います。ここまで。143円まで。と思います。なので僕はポンド円、オージードル。あと、ポンド円、オージードル、ドルフラン。この3つに絞って今日明日は見ていきたいなと思います。そんな感じですね。何かご質問などありますでしょうか？まあ、ぜひこの SNS のバイバイポイント探索コミュニティ PA 本部のウェブセミナーセッションリーキャップっていうのを毎日見ていただけるとより一層、まあ、こうやってウェブセミナーを受けてくださる受けている皆さんはきっとそのやる気っていうかその意欲っていうのがあると思うのでこういうのを見てても多分楽しいと思うんですけどもやっぱり僕の分析とスコットの分析ってまあ、分析っていうか言うことはやっぱり違うんですよね。例えとか、説明とか。で、すごくスコットのは本当に面白くて、なので僕はそのスコットをぜひ日本に呼んで、それを皆さんにもぜひ見てもらいたいな、味わってもらいたいなって思って思うんですけど、まあ、そんなスコットが話してくれてるので、いつもだいたい30分ぐらい、ぜひ見てもらえたらなと思います。そんな感じでご質問などないでしょうか？大丈夫でしょうか？また今日夜22時から笹地が、ウェブセミナーやってくれますので、やりますので、ぜひお時間ある方は、見てみてください。笹地はもう完全にスイング8割、デイトレ2割というような人です。僕は逆にデイトレ8割、スイング2割というような人なので、という、まあ、感じなので、また、違った分析もあって楽しいと面白いと思います。必ず得るものがあると思いますので、ぜひ見てみてください。それでは大丈夫でしょうか？はい。それじゃあまた、僕は来週ですね。月曜日です。あと、東京講習会、あさってかな？あさって土曜日にありますので、いらっしゃってくださる、来る方は、その時にまた、お話ししましょう。それでは、どうもありがとうございました。失礼します。